仮想空間を自由に動き回るキャラクター、アバターと呼ばれる自分の代わりに行動するキャラクターです。このアバターが活動する仮想空間のサービス、メタバースの世界をご紹介します。長崎の暮らし経済ウィークリーオピニオン、今週も平家聡 NBC 論説委員とお伝えしていきます。平家さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、こちらですね、はい、はい、メタバースで何が変わるですね、うん、私まだ体験したことないんですけど、よく聞くようになりましたね。そうですね、まあ、メタバースとは明確な定義はないんですけれども、はい、自分の分身であるアバターが仮想空間で活動できるサービスというふうに考えてもらえればいいと思いますね。すで、はい、に、様々な経済活動も行われています。KDDI が今日発表したのは、買い物や決済などの経済活動をメタバース上で提供するサービスです。今からバーチャルの渋谷の世界に入ります。メタバース空間には渋谷の街並みや実際にあるアパレルショップまで再現。家にいながら自分の分身アバターを使って買い物ができるのです。かつて映画で見たこう未来の世界のようなんですけど、平家さん、市場規模としてはどれぐらいなんでしょうか。はい、昨年度の国の情報通信白書ではですね、はい、メタバースの世界市場は2021年に、まあ、4億円ちょっとだったんですけれども、2030年には約79兆円まで拡大するというふうにしてるんですね。すごい、はい、でまた三菱総合研究所が去年11月にまとめたレポートでは、はい、国内市場について2年後の2025年に4兆円程度、はい、はい、その後2030年には約24兆円程度になるというふうに期待してるんですね。ものすごい勢いで成長してるんですね。そうですね、これはメタバースの特性に要因があるというふうに言えますね、はいはい、メタバースの世界はですね、24時間365日いつでもその空間に入ることができるということですね、うん、でそれからこれまではイベントに参加する場合はその場所までこう行かなければいけなかったです ね、 移動しなければいけなかったんですけれども、はい、仮想空間ですから、距離を気にせず、まあ、時間も費用もかからないということなんですね、うん、でそれからイベントの主催者からしてもですね、はい、展示物を交換する場合、実際に交換すべきものや作業をする人の手配なんかがこれまで必要でしたけれども、はい、これによって、仮想空間ですからデータの更新だけで済むと、そういった特徴がありまして、新しいビジネスを展開する上ではメリットが大きいということなんですね。なるほど。実際にこうどのような分野で活用が考えられているんでしょうか。はい、まあ、最も利用されているのがゲームアミューズメントの分野でありまして、はい、で、あと県内でもですね、学校の授業やメタバース上に会社を設けたり、まあ、先月の長崎市長選など選挙活動の一環として活用されたりしました、うん、そうでしたよね。平家さん、こう県内で他に活用に向けた動きっていうのはないんでしょうか。はい、まあ、自治体で今まさに活用に向けて検討が始まっています。メタバースはですね、物理的なその制限といいますか、距離的なもの、それは乗り越えるだけの可能性があると思いますし、離島であったり半島が多いこの本県においては特に可能性が高いものじゃないかなというふうに思います。で、どういったものに使っていくかというのは今検討中ですけれども、秋田でも書かれているこう体験だったりとかですね、情報発信も非常に有能なものだと思います。県も活用を検討し始めたというところで、ちょっと秋田県の話ありましたけど、秋田では実際どういったふうに使われたんですか。はい、それも取材してますので、こちらどうぞ。このようにパビリオンの中ではまず市町村さんからご提供いただいた移住定住施策に関する情報の方をまず並べておりまして、まあ、近づくとこのような形で秋田県の市町村についての情報を知ることができます。こういった、まあ、動画で見ることも可能ですし、でまたこういった画像で、まあ、秋田県内の観光地を知ることもできます。24時間秋田の情報を知ることができるとして、3月に行われた実証実験の際は1ヶ月間で1700人が利用し、そのうち800人が県外の人だったといいます。県外からの反応も良かったことから、秋田県は機能を充実させ、6月からは本格的に稼働することにしています。 AI
けの相談対応をしていただける機能を設けまして、まあ、テキストベースにはなるんですが、自分たちが対応できない時に限っても AI の方で移住相談が対応できるような機能をこちらのメタバースに導入しようかなと考えております。移住の情報を知るのに秋田まで行くのは腰が重いけど、ちょっと話を聞いてみたいなという人にとってまさにぴったりの場所ですよね、メタバース。そうですね。でもう一つありまして、秋田県では今回のメタバース導入費用が300万円ほどであった。300万円ほど、はい、これぐらいで済んでるので、イベントを開くより低コストという点も魅力だというふうに語っておられましたね。なるほど。で県内の自治体ではですね、はい、まあ、高齢化率が 35% を超えている雲仙市がですね、長崎大学と協力をしてこの夏から高齢者福祉の一環としてメタバースの導入実験を計画をしています。3件の新着メッセージがあります。小林徹です。長崎は蒸し暑いです。長崎大学のメタバース研究室では、独居老人と離れて住む家族が簡単にコミュニケーションが取れるようにと、メッセージを音声に変換し送ることができるツールを開発しました。画面上のアバターは嬉しい、楽しい、悲しいの表情をすることができるほか、電話と違って都合が良い時にメッセージの送受信ができるため、高齢者にとっても家族にとっても使いやすい仕様になっています。まあ、今までスマートフォンが使えない方でも、もう対面のコミュニケーションは慣れておられますから、はい、でそれと同じようなやり方でできるようにしてあげれば、はい、そういったスマートフォンが使えないという問題が解決できるかなということで、ポイントはやはり対面のコミュニケーションといかに同じような、はい、環境を作り出すかというところがポイントになっているかと思います。雲仙市ではこのほか廃校となった雲仙小学校をメタバース空間で再現し、この空間上で雲仙市が抱える課題について市民や雲仙市出身者と議論することができないか検討しています。どういったところにこうメリットを感じていて、まあ、どういったところがまあちょっとリスクだよねっていうのを、まあ、行政としてもきちんとそこの技術にキャッチアップすることが大事かなっていうふうには思っております。最新の技術ですけど、そういったスマホやパソコンを使い慣れていない人にとっては対面のコミュニケーションに近いので、まあ、逆にこう、まあ、使いやすい、そして安心感があるというのは面白いなと思いましたね。そうですね。ただそのメタバースのデメリットやリスクっていうのもありますんですね。はい、まあ、なりすましや詐欺であったりですね、著作権や個人情報保護、まあ、それにですね、匿名性による迷惑や被害っていう問題が考えられるんですね。これからさまざまな問題は出てきそうですね。はい、ただここでですね、大切なのは私たちがこうリアルの世界、まあ、現実空間をより便利な、まあ、過ごしやすいものにしていくために、はい、まあ、メタバースを活用していくっていうことだと思うんですね。今日ご紹介したことも参考にしていただいてですね、まあ、リアルとメタバースを使い分けてですね、経済活動や日常生活の生産性を上げていくことが、まあ、重要ではないかなというふうに思います。はい、ウィークリーオピニオン、ここまで平家聡 NBC 論説委員とお伝えしました。平家さん、ありがとうございました。ありがとうございました。